どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はバカルディジャパン株式会社様よりボトルの提供をいただきまして、個人的にもおすすめなウイスキーを一つ紹介していきましょう。その名も、あのプレミアムウイスキーがいよいよ日本上陸、ポートワイン樽で追加熟成したエレガントな一本を開封紹介ということでお届けしていきたいと思います。さて、今回のボトルは12月5日よりこの輸入をバカルディジャパン、販売を札幌ビールという形で登場となりました。いよいよ正式に日本上陸となったウイスキーでございます。こちら以前バーでいただいてとても良かったので、まさかね、提供いただけるとは思っておらず、ご縁があって大変驚きました。今回取り上げていくウイスキーはこちら。さて、今回の主役となりますのがこちらでございます。いやー、もうボトルの存在感がすごいですね。ケンタッキーストレートバーボンウイスキー、エンジェルズエンビーでございます。このね、見た目の高級感、存在感、ほんとね、いいですね。こちら12月の5日より全国数量限定で発売となりました。天使が羨ましがる天使の妬みとか羨望という非常にユニークな名前ですよね。お値段はまさに贅沢なウイスキー、特別な時に飲みたいプレミアムウイスキーという感じではありますが、実際にこちら味わっていただくと、そのお値段の理由も納得いただけるんじゃないかなと思います。そのプレミアムウイスキーたる美味しさ、香りのエレガントさ、そして今回の重要な製法であるポートワインカスクフィニッシュによるこの滑らかで奥行きのある味わいっていうのも楽しめるんですね。今回はこのエンジェルズエンビーの魅力や特徴というのを紹介していきましょう。今回は提供ボトルという形ではありますが、いつも通り完全にコメントは私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしてまいります。さて、まずこのエンジェルズエンビー、見かけたこと、そして飲んだことございますか？アメリカのケンタッキー州で製造される、いわゆるケンタッキーストレートバーボンというカテゴリーで、王道ではありながらも今までのバーボンにはないような革新的な製法、チャレンジを行っている革新的なウイスキーなんですね。特にこのブランドの中でも重要なキャッチコピーがありまして、それが王道であり革新であるということなんです。いや、これめちゃくちゃかっこいいですよね。バーボンという伝統と歴史のある製法に基づきながらも王道を極め、王道を極めたからこそ伝統を重んじながら革新を起こす、まさに新樽で熟成することが当たり前とされているバーボンにおいても、このエンジェルズエンビーに関してはポートワイン樽に目をつけてポートワインカスクフィニッシュをするという革新的なこの挑戦が行われているんです。こういった挑戦って、日常生活でもこういうことやりたいとかチャレンジしたいって言ったら、時にはいやいや、そんなのありえないでしょ、無理でしょとか言われたりすることもあったりしますし、反論されることってよくよく日常でもあったりします。特にこういうすぐ参入できないような経験や技術も要する、設備も要するクローズドな業界で、製法もきっちり決まっているようなお酒作りにおいては、なおさらね、王道だったり正統派こそがまずは良しと見られるところもあると思うんです。ただですね、今回のボトルはある一人の人物から王道であり革新である、そのストーリーが始まっていくんですね。ということで、ここからはエンジェルズエンビーのストーリーやこだわりをおさらいしつつ、実際に開封紹介していきましょう。さらに飲み方を変えて深掘りしながら、このエンジェルズエンビー、どんな飲み方がおすすめかっていうところも紹介していきたいと思います。この動画参考になりましたら、ぜひとも最後にグッドボタン、チャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いします。それではこちら、日本に正式上陸となりましたエンジェルズエンビーの世界へ飛び込んでいきましょう。さて、まずこのエンジェルズエンビーを作っている人物、この始まりはですね、元ブラウンフォーマンでジェントルマンジャックやウッドフォードリザーブなど数々のウイスキーを手掛けたリンカーン・ヘンダーソン氏によってスタートしています。実際に長年ウイスキーの世界に身を置いていた方が始めたブランドなんですね。彼は40年にもわたる長いキャリアを終えまして、以前から相性がいいと考えていたポートワイン樽に目を向けていったんです。そして新商品のアイディアとして持っていたこのポートワインカスクフィニッシュを行ったウイスキー作りをしたいと考えまして、息子と共同して新たな開発を進めていったんですね。製法としては従来のバーボンに通ずるようなアメリカンオーク樽にて4年から6年ほどこの1度目の熟成を行っています。その後にエンジェルズエンビーの場合はポルトガル産のルビーポートワインの樽にて約半年ほど2度目の熟成を行っているんですね。バーボンのような製法かと思いきや、そこからポートワインカスクフィニッシュにつながる、これはまさに王道でありつつ革新でもある非常にユニークな製法だと思います。決してバーボンを否定した作り方ではなくて、バーボンにリスペクトを持ちながらも独自の革新的なスタイルを貫いているんですね。こういう大手メーカーでまさに王道を極めた人物だからこそ革新の一手という感じがしますね。さて、今回の中身についておさらいをしておきますと、まずアルコール度数は 43.3%、 比較的親しみやすいアルコール度数ですね。原料の比率であるこのマッシュビルに関してはトウモロコシが 72%、 ライ麦が 18%、 そしてモルトは 10% 使用されております。お値段は税別1万880円、
なかなかね、いいお値段はするんですけれども、実際に私もバーでいただいた時にも、そのスムースで複雑な味わい、それからバーボンらしいようなこの華やかさっていうのはありながらも、ポートワインの樽でその熱を加えたような甘みが広がって、とっても滑らかで良かったんですよね。余韻が私はその時すごく好きでした。そこで今回は提供いただいたボトルを封切りから最初から味わえるということで、新鮮な気持ちで味わいつつ、その魅力や特徴を私の独断と偏見と経験と妄想でお伝えしていきます。ちなみにポートワインカスクフィニッシュってだいぶちょっと変わった作り方じゃないのと、世間の評価はどうなんだいと思われる方もいらっしゃると思います。実際の有名なコンペティションで言いますと、2023年の世界的なコンペティションの一つ、サンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、通称 SWSC ですね。こちらに関しては実は金賞を受賞していますので、しっかり好みも認められつつ、そのプレミアムウイスキーとしての地位を確立したとも言えます。ということで、ここからはこちらのエンジェルズエンビーを挙げていきたいと思います。こちらね、リンカーン・ヘンダーソン氏のサインも入ってますね。このリンカーン・ヘンダーソン氏が追い求めたポートワインカスクフィニッシュの1本、プレミアムウイスキーを開封していきましょう。では準備完了いたしました。こちらエンジェルゼンビ、まずはそのまま飲んでいきましょう。ボトルの形もね、やっぱりこのリンカーンさんがもともとブラウンフォーマンで働いてたっていうところもあって、ちょっとウッドフォードに近いところもありますよね。それではまずは色味から見ていきましょう。アメリカンオークで4年から6年、さらにポートワインカスクで半年間約熟成しているということで、結構ね、深みのあるいい色合いですね。ではまずは香りからいただいていきましょう。いいですね。なんか懐かしいな。その時はストレートロックで飲んだんですけど、こういうね、テイスティングクラスで改めて飲んでいくと、やっぱりこの樽の木のニュアンスがしっかりとありつつも、僕の方からこのカカオとかちょっとビターチョコレート系の甘い香りもありますね。それからこのたっぷりね、このビターチョコレートとともにとろりと垂れてくるような、このメープルシロップみたいな香りもあります。これがシンダルだけだったりすると、結構バチバチとね、ウッディな香りとか、それから割と酸味の効いた香りだったり、それからもう木の香りそのままこの嗅いでるんじゃないかなっていうくらい、すごく強い樽香のものとかもあったりしますが、これはね、なんというか全体的に立ち上がりも柔らかくて上品ですね。やっぱりポートワインカスクの追加熟成があることで、シンダルとかこのアメリカオークの熟成から来るストレートなこのバニラ香だったりとか、キャラメルとか、それからメープルシロップとか、そういうキャラクターとかも一層ね、このポートワインカスクの甘い層が包んでいるような、この熱を加えたような若干のフルーツ感とか、もっともっと香りも立ち上がりが柔らかいですね。では飲んでいきましょう。やっぱりね、すごくこの滑らかで余韻が長いですね。ずっと今口の中にじゅわーっとゆったりとね、この波が抜けていくような、そういうこの柔らかさと滑らかさがいいですね。なんというかこう口の中にじゅわーって全体的にゆったりとね、この多少の粘性を持ちながらウッディな香りと、あとね、キャラメル感とかメープルシロップっぽさみたいなところがしっかり感じ取れますね。最初の印象だと意外とそんなにこのバニラ香とかアメリカンオーク熟成主体のバニラだったりとかの甘い香りバチバチというよりかは、結構ね、このウッディな香りとメープルシロップと、その奥の方にね、かすかに潜む黒ぶどうっぽさ、しかもこのフレッシュな黒ぶどうじゃなくて、ちょっと熱を加えたりだったりとか、ジャム的なテイストだったりとか、そういうこう甘みの凝縮した感じの黒ぶどうっぽさがありますね。そして今少し時間が経ってくると、奥の方からこうライム系の風味でくるような、ちょっとフローラルで爽やかな香味っていうのも、この香りの奥の方からふわっと顔を出してきますね。最初に飲んでみると、やっぱりこうシンダルとかアメリカンオークとかで熟成した時に見えるような、ああいうバーボン系のウッディの風味とかバニラ香とか、ちょっとこのシトラス系の風味が見えたりとか、そういうのがやっぱりすごく柔らかく感じられますね。これがそのポートワインカスクでの追加熟成によるその甘みの滑らかさだったりとか、複雑味が出てるところだと思います。やっぱりこう何々カスクフィニッシュっていう風に聞くと、どうしてもその香り味わいを拾いに行きたくなってしまうので、一旦先入観をね、そこは捨てていただいて、このエンジェルゼンビをまずプレミアムウイスキーを飲む気持ちを整えていただいてですね、リラックスした状態でお好みのグラスでじっくり飲むのがいいのかなと思います。
これはね、今何が合うかなって考えてたんですけれども、オニオン系のちょっとこの甘じょっぱい酸味の効いた、甘みと酸味が効いたソースがかかったローストビーフだったりとか、あとは赤ワイン煮込みしたレバーとか合いそうですね。やっぱりその肉肉しさと一緒にちょっと甘みだったりとか酸味が効いてるものとかの方が、このエンジェルズエンビーの持ってるこの上品なね、甘みだったりとか滑らかさがすごく合うのかなって思いました。もちろんこのシンプルにチョコレートとかも合いそうですね。でもチョコレートだったらミルクチョコレートっていうよりかはホワイトチョコレートとかの方が合うんじゃないかなと思います。クリーミーな甘みだったりとかがより引き立っていいと思いますし、それこそああいうラムレーズンだったりとかレーズンの入ったチョコレートとか間違いなく合うでしょうね。さて、準備完了いたしました。今度はじっくりまったり味わおうということでロックスタイルでやっていきます。もうね、この画面越しでも赤みがかってて深い琥珀色、ほんと綺麗ですよね。では改めてスランジバーということでいただきます。ロックにするとね、この奥の方に潜んでいたちょっとレーズンっぽさとか黒ぶどう感、もう少し分かりやすくなりますね。その手前ぐらいにこのダークチョコレートみたいなちょっとほろ苦い香りがあって、改めてこのストレートとこのロックの香り感じてみたときに、通常のこのバーボンとかのウッディな香りとかバチバチのこのシンダル系のニュアンスとか、あ、これぞバーボンみたいな香りはなんかね、ワンクッションあるんですよ。その香りの力強さの中にワンクッション挟まれていて、それがね、なんかすごく柔らかく感じるんですよね。エンジェルゼンビー自体が香り味わいともに一回こうふわっと受け止めてくれるようなまろやかさとか柔らかさがあるので、そこがね、ほんとバーボンあんま得意じゃないとか、そういう方にもいいのかななんていうふうに思いました。ではいただきます。これはね、なかなかしっかりとした甘みとビターさが広がってきますね。このエンジェルゼンビーっていう名前とかストレートで飲んだ時のこのね、柔らかさだったり華やかさからすると結構ビター寄りになりますね。ちょっと暗め、それから結構どっしりと、なんだかマンハッタンとかで味わってるかのような、その時に感じるウイスキーっぽさみたいな、そういうね、この芯のあるビターさとウッディーさと甘み、この3つがすごくバランスいいですね。最初バーボンに感じるようなタルコーとかバニラコーとか、もう香り味わいが全体的にバチッとね、強く出るような、そういう印象はあんまないんですよね。なんだかその香り味わいの中に一瞬こう柔らかく包んでくれるようなクッションがあるのが、このエンジェルゼンビーのいいとこなのかなって改めて思いました。さて、それではこちら完成いたしました。エンジェルゼンビー超贅沢ハイボール飲んでいきましょう。もうね、美味しそうですね。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。全体的に柔らかいイメージなので、ハイボールもね、そんなにこう樽の香りがガツッとくるというよりは、柔らかくてすごくね、スムースなんじゃないかなと思います。いただきます。ちょっとね、蜂蜜みたいな香りとか、ちょっとこの焦げたバニラ感というか、焼きプリンとか表面を炙ったような、そういう香りもありますね。ではいただきます。うまい。ハイボールちょっとうまいですね。これはいいわ。今のところストレートで飲んだ時の、全体的な柔らかさというか、ワンクッションこう包んでくれるような、そういうこの全体的なまろやかさというか、洗練されたキャラクターっていうのがすごく良かったんですよね。それがハイボールになると、なんかね、ふわっと軽やかになって、でもね、この軽くて薄まったりとかすっきりするっていうよりかは、ちゃんとこのエンジェルゼンビーの味わい自体がまとまったまま、このソーダの泡と絡んでいて、なんか炭酸の馴染みがいい感じしますね。先ほどストレートの時はちょっとレーズンっぽいとか黒ぶどうっぽいようなニュアンスもあるって話をしたんですけど、ハイボールにするとね、表面の皮を炙ったオレンジとか、ちょっとビター系のオレンジっぽいような、そういう要素もありますね。なんだかすごく華やかなんですけど、そんなにこう軽いっていう意味の、この軽快な華やかさではなくて、
割と芯のある落ち着いた、でもなんかね上品さとか華やかさを感じる、そういうところがいいですね。今のところストレートをロックハイボールで飲んでみて、ストレートはねもちろんそのままの味わいが楽しめていいんですけれども、そこでこのエンジェルゼンビーのキャラクターを掴んで、お好きだった方ねハイボールとかで意外と気軽に飲んでみるのもいいんじゃないかなと思いました。ロックだとね思ったより最初のこの柔らかさとか全体的なこの滑らかさっていうのがかなりギュッとまとまってですね、結構このビターさとか力強い樽の香りもしっかりあるイメージだったんで、ハイボールの方がこのストレートから行った時のギャップがそんなにないかなって思いましたね。そのままスッと飲めちゃうような、そういう印象はあります。いや正直これはね結構ハイボールにした時のこの味わいの広がり方っていうのがすごく柔らかくて良かったので、これ公式でもお勧めされてたんですけど、やっぱりカクテルも合うんだろうなっていうのは分かりますね。私はやっぱりこのバーボン系のカクテルとかってマンハッタンが本当に好きで、だいたいこうバーボンバーとかで飲んだ締めには最後マンハッタンを頼むことが多いんですけど、これはねマンハッタンもいけそうですね。そのベースがねエンジェルゼンビーだと結構やっぱ上品ですごくまとまりのある味わいになるんじゃないかなっていうのは思いましたんで、今度ねエンジェルゼンビーを置いてるバーがあったらちょっとね頼んでみようかなって思いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですねこちらバカルディジャパン様より提供いただいたエンジェルズエンビー、こちらを改めて取り上げて紹介してまいりました。正直ね結構前に飲んだ記憶だったので、改めてねほんと新鮮な感覚で飲んでいたんですけれど、あれこんなにこう滑らかで、あまりこうバーボンバーボンしすぎていないというか柔らかくてですね、このポートワインカスクによるよりこの複雑な要素が加わってて、とてもスムースで良かったなと思いましたし、いろんなこの自由に割って飲んでいただくのがいいのかなって改めて感じました。プレミアムな、ね、ウイスキーではあるので、ちょっとそれはじっくり時間をかけて飲みたいっていう、そういう側面もありますけれども、ただそうは言ってもプレゼントで送ったりとか自宅で自分のプレゼントに買ったりとかね、贅沢な時間を過ごす時であれば、やっぱりこうリラックスしながら肩の力を抜いて楽しむっていうのもすごく重要な時間だと思いますので、マンハッタンだったりとかハイボールだったりとか、いろんなね好きな飲み方していいんじゃないかなと思います。特にこちらはホームページの方でもね販売が始まっていたりとか、 EC サイトの方でも販売始まっていたりしましたんで、気になる方は概要欄コメント欄の方からチェックしてみてください。特にエンジェルということでクリスマス、天使とかけてクリスマスの食事のシーンとか食後のリラックスタイムに味わうのもいいかもですね。今回のボトル低速、中速、高速、音速、光の速さで言うのであれば、やっぱりね音速くらい、この最近出たプレミアムウイスキーの中でもとてもこう舌触りの良いというか親しみやすさがあると思いますし、ちょっとプレミアムのアメリカンウイスキーとかプレミアムウイスキー飲みたいなっていう方は、もうそうですね、音速から光の速さの間くらいで試していただくのがいいんじゃないかなと思いました。ということで、このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別ウイスキーまとめ紹介など様々な動画を上げております。他にも関連動画など上げておりますので、よかったら概要欄コメント欄からチェックしてみてください。また YouTube 以外ですと音声配信のボイシーや Instagram、 それから Twitter などもやってますんで、こちらもチェックいただけると嬉しいです。この動画参考になりましたら、最後にグッドボタン、チャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。これは強敵だな。なんだろう、本当にこのあんまりバーボンバーボンしすぎてないというかね、味わいのこうどしっと重厚な感じではなくて、なんというかやっぱ全体的にこう形が柔らかいんですよね。ふーっと入ってくるこの樽の香りとキャラメルっぽさと、奥の方に今ねちょっとレーズンの入ったチョコレートっぽいような、そういう香りになってきました。いただきます。うん、加水するとね、すごくこの口に含んだ時の甘みが際立ちますね。あ、これストレートから加水ちょっと飲んでみて、で次の一杯ハイボールっていう流れがね結構いいんじゃないかなと思います。でさらにそこからもっとね余力があったら、そして準備があればカクテルでマンハッタン飲んだりとか、そういう風にこういろんな飲み方で試してみてほしいですね。うん、エンジェルゼンビー久しぶりに飲んで、やっぱりいいブランドだなと思いましたんで、気になる方はよかったら概要欄コメント欄からチェックしてみてください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 まだね。よろしくお願いします。